みんな戦いに疲れてきてるね。ああ、あるのはただ理想だけ。みんな何のために戦ってるのか、それを忘れるっていうのか。俺が暁のリーダーになってくれないか。あの時初めて人を刺した。俺はそれだけでブルってる。お前には英雄の印がある。リンネガンという特別な印が。俺のリンネガンを利用するのか。ずっとこの目のせいで苦しんできた。お前にはその力を制御する存在がいる。兄貴、大変だ。どうした。半蔵の使者が来た。そなたが暁のリーダーは三将王の半蔵の腹心勘蔵と申す。ました。これを。これは本当。半蔵は暁をお認めになった。三国の交渉役ってすげえぜ兄貴。この話承知したと半蔵様に伝えてくれ。ここに来るまで多くの犠牲を払ってきた。弥彦、君の相手の痛みを分かろうとする思いが半蔵に届いたんだよ。長門、俺たちは間違ってなかった。の半蔵様との会合は俺と長門で行く。大丈夫かよ兄貴、俺たちも一緒に。いや大丈夫だ。暁は今日大きな一歩を記した。暁の小僧たちには気づかれてはいまいな。もちろんだ。消滅するだろう。そちらの守備は。これで里を脅かす不定の輩は消え、雨がくれは貴殿のものだ。やっとここまで来た。長門、現実が大きく動き出している。出なければお前たちは。俺たちが何だ。こっちの痛みだろ知ろうとはしない。そしてこの世界もまたそんなことを望んでいない。あんたが何を言おうと俺は弥彦の理想を信じる。そういうところは輪廻眼を持とうと。お前も凡人だな長門。自らの痛みと共にな。ここにいたのか長門。弥彦、見て。なんだよ、人が気持ちよく寝てるってのに。まったく。おい、弥彦と長門の兄貴はどうした。わけは後で話す。紅白見境付近にいるメンバーから連絡が入った。詳しいことは分からねえ。だが嫌なタイミングじゃねえかよ。残念だがここから先にお前たちを通すわけにはいかない。半蔵の仲間ではないが、今お前たちに余計な手出しをされては困る。こいつを叩きのばせ。雑魚は任せた。まったく人使いが荒。伊賀天の九助で。呪われた世界に本当の平和など存在しない。大仏、俺ごとやれ。王将、はあ、ただの水道じゃねえ。戦争孤児だった俺のやさぐれた人生の中で割れてたまるか。捨て身の攻撃なのだろうが、お前とでは文字通り次元が違う。この死は無駄には。いたたたた、固まった表皮がむけちゃってヒリヒリするよ。大丈夫か。ああ、長門の運命を見届ける。弥彦、リーダーのお前にはここで死んでもらう。
そこの赤い髪のお前。やめて、ナガト。私のことはいいから、二人ともここから逃げて。俺をやれ。早くしろ。この女が死んでもいいのか。やなんとしてでも生き延びろ。ヤヒコ！やれ。わしのカトンを食らいながら逃げ切るとは。やれ！口寄せ！これは使っちゃダメ！あれに触れたら死ぬぞ！驚かされたわ。瞬身の術。ナガト、ヤヒコ、コナン、そこでまた会わせてやる。必ず。平和を保ちたいとする利己的な意志が過ぎ、本当の平和など存在しない。その通りだ。がリーダー。